どうもこんにちは、真心と申します。この動画ではマリオギャラクシーね、もうスターが118個集まりました。残り2個でコンプリートと。でその2個っていうのがこのグリーンチコのステージにあります。3つグリーンチコステージあるんだけど、1つはもうクリアしてるので、残り2つを攻略するとこのゲームクリアと、120枚全部コンプリートということでやっていこうか、このグリーンチコ。ただね、このグリーンチコ結構鬼畜なんだよね。バブルギャラクシー、はいはいはい、泡に乗ってマリオが進むステージか。もう一個なんだろう、行ってないのって。チャレンジサーフィンギャラクシー。サーフィンってまさかマンタロウ？マンタロウの可能性あるな。途中に YouTube があるでおなじみのあのマンタロウのステージ。そうか、マンタロウとバブルか。マンタロウから行くか。結構鬼畜だよね。普通に道中出てくるマンタロウのステージもだいぶ鬼畜だったんだけど、サーフィン。それがこの緑チコとしてチャレンジステージとしてまた出てくると、カリスマサーファーへの道やばそうだな。苦労しそう。頑張るか。ちょっと背筋伸ばして遊ぼうか。うわー、100万回見た顔。うわー、なにこれ、ステージえぐいし。うわー、出た、スター隠し持ってる極悪ペンギン、ロゼッタのスター隠し持ってるやつね。そうか、まだこのサーフィンのステージあったんだ。おお、お前もエイノリ。マンタロウは B でスピード調節、傾けて曲がれと。緊張してきたね。これ本当死のステージだからな。いや、君か、エイノリに来たんだね。ここのコースは難しいよ。それでもやるかい。俺はやるしかねえんだよ、もう。このゲーム完全制覇のためにね、3分以内に帰ってきてね。時間制限なんなの、なんでそんな鬼畜なことするの、このペンギンたちは。ペンギンレースって言って、他のペンギンたちと、ね、仲良くレースするステージもあるんだけど、そのステージでもマリオがレースに負けたら殺されるもんね、ペンギンに。一気失うもんね。そして、あ、YouTube ある、YouTube。おなじみの YouTube。相変わらずあって安心したわ。あ、ただなんだ ?1 アップが2つもあるぞ。なんだこれ。どんどん残機数増えていくじゃん。ここまでノーミスだったら。優しい。優しい騎士。めちゃめちゃやりづらい。もうね、スピードを全く意識してない今俺、安全プレイをしている。動画的には全くよろしくないプレイしてるわ、これ。実況者的にアウト。しかし今は、クリアすることだと実は考えてるんだよな。クリアのみを今、マリオは見てる。めっちゃ1アップあるじゃん、何これ。お前どうせ死ぬでしょって言われてんの。ちょ、案の定死んだけど、今、生を意識した瞬間、死んだわ。ただ13機もあるぞ。これ、有無も言わせず次やらせるのすごいよ。再挑戦しますかとかじゃなくて、もっかい滑ってこいと。もっかい乗ってこいと。もうマリオの意志はここにない。あのペンギンに操られてる、今、マリオ。だって、生を意識したらさっき死んだから、常に俺は死の隣になることを意識してプレイしよう。俺はいつ死んでもおかしくないと。そういう心構えでプレイする。OK。おー、いいぞいいぞ。なんか細くない？なんかだんだん細くなってない？ペンギンさん。しかもこれ、よく見たら、どっち行けばいいの俺。これどっち行けばいい？助かったけど俺どっち行けばいい？こっちかな。これさっき行ったとこかな。ちょ、待って、死んだ。なんか今、ワープスター見えたな。あれなんだ？あれどこで使うんだ？まだこのステージなんかギミックがあるのか、もしかして。とんでもないギミックが用意されてる。さあ、さっきこの辺から落ちたから、細いしさ、これ、よく見たら、波がこっちに向かってきてんだね。向かい波なんだ。鬼畜じゃん、ほんと。え、これ、早い人ってどんぐらいでクリアするの？ちょっと待って。俺今、どこ行くの？ちょっと待って、俺どこ行ってんのこれ。どういう状況？ちょっと待って。え？一回転？全然俺的には、パープルコインオンルイージより難しい。で、この向かい波を越えたら、また一回転なんだよね。まさか A に乗って一回転する時代が来るとは思いませんでした、僕は。OK。もうこれ特になんかこう、傾けず、変に意識せず、まっすぐ進めばいいんだ。さっき俺は、自分が一回転してるってことを意識しすぎた。だからこそ間違えた。ミスった。オッケー。ここで B ボタン押したら変にジャンプしちゃうから、一旦減速。もう、情けないプレイ。すげえ情けないプレイだけど、いい、俺は。どんだけバカにされてもいい。オッケー？あー。クリアした。死にかけたな、今、マリオ。やるね。このタイムはなかなか出せないよ。
みんな会いたがってるし、挨拶してきなよ。ほう。何？何挨拶って。お、ワープスターある、あそこに。ん？ワープスター挨拶？何挨拶って。いいよ、みんな。おー、すげえ。やるな。すげえ、カリスマで。お、花火も上がってる。何これ。最後の最後だからめちゃめちゃ祝福してくれるじゃん。おー、しかも？お、すごい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 。金メダルってことだ、今の。え、しかも？みんなって。お前一人ここ。悲しすぎるだろ。まさに、このセリフ聞きに俺今飛んできたの。まあ、本命はさっきの金メダルなんだろうけど。おお、また金メダル。何？え、いろんなとこ回るってこと？もしかしてペンギン仙人も現れる？何これ、めっちゃいいステージじゃん。最後の演出いいね、すごく。神演出。おお、金メダル3つ目。ありがとう。はい、黄色のコメットもいっぱい手に入って、すげえ飛ぶね。あ、帰ってきた。あ、待って、こっちにも今いたね、ペンギン。はい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 。一人だけ一緒に回転して、マンタロもよく頑張ったと。確かにな。まあ、ビート版だけどな、あいつ、もはや、マリオにとって。じゃあ、これで、あ、待って、こいつ話してないな。お、やるね、なるほど、タイム言ってくれるんだ。挨拶全員したけど、ペンギン仙人現れなかったな。出てくると思ったんだけど、出てこなかったね。ペンギン仙人に挨拶したかったわ。よし、じゃあ、散々うさばらしもしたんで。これ取って、オッケー。じゃあラスト残すは1個、バブルギャラクシーと。ただね、ちょっと心配なのが、バブルギャラクシーさんね、動画で見るとすごい地味なんだよね。あまりね、動画映えしないステージだから、まあそれを最後に残してしまったのは、もしかしたらミスなんじゃないかと思うんだけど、ただ今みたいなすげえエモいね、演出が待ってるかもしれないから。チャレンジギャラクシー面白いね。前の玉ころもそうだったけど。残機数もいっぱい稼いだし、万太郎のおかげで。行こうか、マリオギャラクシー最後のスターね。これを取れば、正真正銘マリオギャラクシー終わりですよと。さあ行くぜ、チャレンジバブルギャラクシー。さあ行くぜ。電撃地獄でバブルトリップ。やばそう。バブルでふわふわ飛びつつ電撃をかいくぐるってことか。えぐい、なんかステージ来たな。見た目がもう大変。事故。さあ、なんか、優雅な音楽で飛んできたけど、あ、なんだ、5つ土管があんのか。看板なんだ、教えてくれ、何これ。へい、俺だよ、伝言バーンか。誰かの伝言なんだ、これ。大泡じゃなきゃ進めないから、大泡の操作を思い出せと。電撃レールがかなりやばいぜ。当たったら一撃死って感じなんだろうな。さあ、これに乗ったら、なんか、ふうふう吹きかけるんだよね、これ。そうそうそう、こうやって。ちょっと待って。え？操作、操作、こんな難しかったっけ？ちょっと待って。ちょっと待って、操作わかんない！助けて、死ぬ！飲み込まれた。闇に飲み込まれてしまった。ちょっとこの、ジャイロ操作がマジで難しい、この。Wii のコントローラー使わせてほしい。ただ、この1アップを取れば、ゲームオーバーになることはないはず。頼むぜ。ゲームオーバーになっても別に大したことないんだけどね。ちょ、待て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 。危ない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 。ちょっと待って。何これ、どういうジャイロ操作になってんの？え、こんな難しかったっけ？やべえステージ来たな、これ。他にもね、大泡のステージってあるんだけど、ちょっと待って、方向転換マジでわからん。ちょ、方向転換マジでわからん。どうなってんのこれ。これ5個もクリアしないとダメってこと？ちょっと待って、操作。なんかね、スティックがね、右に行ったり左に行ったりの方法がわかんない。なんか飛ぶ、スティックが。なんだこれ。はい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 。こうやって、あ、いけたいけた。なんださっきまでなんか挙動がね、スティックが動かなかったりしたんだよな、この、回しても。なんだったんだ、今の。ただ、うわ、なにこれ！うわぁ！人の考えるステージじゃねえ、これ。悪魔の考えるステージだ。悪魔が作ったこのステージ。皆さん助けてください。悪魔に殺される。任天堂の悪魔に殺、任天堂の悪魔に殺される。なんか、挙動がすごいんだけど。何これ？どうなってんの？人間の脳みそが理解できる挙動をしてないんだけど、これ。オッケー。え、これ5つもやれっていうの？鬼畜すぎるだろう、マリオギャラクシー。やっだなマリオギャラクシー、ほんとこれ。あ、これ、一番の鬼畜ステージかもしんない。
一番やばいのが、なんかね、ちゃんとジャイロ操作が機能してない。なんかバグる。やっぱ俺が下手くそなだけなのかもしんないけど、これ多分ね、携帯モードでやったらそこそこ楽だわ。携帯モードはね、タッチ操作でこのバブルを移動できるんだよね。だからそれだと割と楽なんじゃないかっていう説はあると、俺の中で。ただね、このジャイロ操作、ジャイロ操作、ちょー見てなかった。オッケー、二つ目いけた。ここまでは慣れたな。オッケーオッケーオッケー。うわー、何これ。ここはどう、うわー、爆弾か。もう超慎重に行こう。これは超慎重に行けば別に大したことないと思うんだよな。今までのジャイロ操作となんか若干動き方が違うんだね。これ仕様が変わってるというか、ここに来てだからこそ難しいんだ。オッケー。さあ、これは何が起きるか分かんないのが一番怖いよね。うわー、電撃、動く電撃、勘弁してくれ。ただこれ超えたらいいだけか。オッケー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 、いいよ。待って、これ超えてもまだあんの。あのコインは取らない。このゲームなんか美味しい罠吊り下げてくるからな。これ取りませんかって言って、すごいなんか美味しそうな罠を用意してくるんだけど、それに乗ってはいけない。任天堂の思うツボ。待って待って、いける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 、オッケー。人生なんとかなる。マジ今焦ったわ。一瞬で全身の毛穴から汗吹き出た。ビビったわ。なるほど、これは炎が、はいはい、吹き出してるんで、その炎に当たらないようにってことね。オッケーオッケー、5つゲットだぞ。待って、これどうやって帰ったらいいの。ちょっと待って、帰り道どこ、これもう一回戻んのか、同じとこ。え、もう一回戻んのこれ。裏にあんの。お前なんてことやってくるんや、このステージ。うわー、ここでミスりそう。こうやってミスりそうっていう気持ちになるとミスるんだよな。結局精神力の戦い、これはもう技術とかじゃない。技術はもう慣れた、さすがに5つ目だから。あとは精神力、負けないぞ負けないぞっていう気概がマリオを生かせる生かすと。ちょっと決めたかったな、最後かっこよく。待って、なんか見えたけど、気のせい。まだある、まだあるとかないよね。まだあんの、マリオギャラクシーさん。マリオギャラクシーさん、ちょっと待って、もう完全終わりだと思って、今俺全身の毛穴閉じたわ。何この左の大砲みたいな、何があんの。ええー、嘘で、ちょ待って、それはえぐいって。ちょっと待って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 、やーばいやーばい、マリオギャラクシー、お前人の道踏み外してる。これマリオギャラクシー、ちょっと待って、死ぬ、俺は今ここで死ぬ。ちょ待って、マリオギャラクシー、マジでそれはやばい、本当にやばい、それここに来てそれはマジでやばいから。ちょっと待って、マリオギャラクシー、マジ嘘だろ、それはきついぞ、これどっからやり直し。え、最初、まさか、よかったー、マリオギャラクシー最後の両親。ふぅ、マジで死ぬかと思った。何、あいつ追いかけてくんの、すぐ。あ、壁にぶつけちゃえばいいんだ。もう1アップいらねえわ。さっき万太郎のおかげでね、だいぶ1アップ集まったから、万太郎マジでありがたい。あ、ここも駆け抜けちゃうと、もうあいつが認識する前に駆け抜けられるんだ。オッケー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 。ふぅ、マリオギャラクシー、マリオギャラクシー頼むぜ。マリオギャラクシーしか言ってねえ。うぅ、キラーの穴が見える。うわぁ、気づかれた気づかれた気づかれた、キラーに気づかれた。あいつうまいこと誘導してぶっ壊して、ちょ待って、めっちゃキラー綺麗に追いかけてくるやん。オッケーオッケー、うわぁ、キラー見てた、キラー見てると壁を見ることができないし、うわ、むずいな、これほんと。オッケー、ここまで来たぞ。キラーもちゃんと振り切った。あとはゴールを駆け抜けるだけだよね。頼むぜ、マリオギャラクシー。もう一体キラー用意してるとかないよね。頼むぜ。はい、バックだ。うわぁ、キラー用意してる。駆け抜ける。駆け抜ける。もうキラーは、
俺の目に映させない。キラーが来る前に俺は駆け抜ける。それが正解。来ちゃったキラー。これもうまっすぐでいいの？ちょ待って、キラーめっちゃ来るやん。ここ駆け抜けろってことね。最後よし来たぞ。あとはここをまっすぐ真ん中を駆け抜けるだけ。よし調整して、あとは当たらないように駆け抜けると、オッケー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 。何回俺オッケーって言ったでしょうか。わあよかった、クリアできた。これでスター120枚全部集め終わったと。うわー最後にふさわしいステージだったね。ここ最後にしたの失敗かなとか最初言ってたけど、全然オッケー、達成感マックスよこれ。どうなんの？セーブしますか？全部集めたよ、ロゼッタ俺。どうなんのこれ？お？別世界へ行くためのスターの力揃いました。しかしその前にあなたの大切な人を救い出しましょう。別世界って何？え、何別世界って。おー、ゼロになった、いいね。銀河の中心、あ、はいはい、これなんか見たよ、120枚、集めてからクッパね、最後のクッパラスボス倒すとちょっとエンディングが変わるんだったっけな、何か変わるらしくって。まあちょっとそれはじゃあ次やろうかな。120枚全部集め切ったということで、次クッパ倒してちょっとどうなるかっていうのを見てみようかな俺は。いやーよかったっす、よかったっす、非常によかったっす。じゃあ次クッパ倒して、はい、マリオギャラクシーね、真のエンディングと。またじゃあ次のパートでお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。俺今すごい達成感、すごい達成感と、すごい汗。さよなら。